やってきました。ズコベ。真中です。真中さん。はい。綺麗ですね。ありがとうございます。また笑顔も見える。笑顔もまた。人気あるでしょう。いや全然ないです。そんな嘘はいいっすよ。今昼間は特に何か今回やってるとか、ね、ジムやってます。え、普通の会社で、うん、はい、マジ辞めてジムで働いてます。え、 OL ってやつじゃないですか。そうです。その会社行きたいですね。なんて答えたらいいか分からない。もう独り言みたいなもんなんでね。趣味みたいな感じ。最近ゴルフを始めたのと、あとはワンコが大好きです。あ、そういえばブログとかに載ってますね。はい、癒されますよね。癒されます。ねえ、本当。名前なんて言うんですか。まあ、プップです。え？普通に聞こえなかった。プップです。プップ。プップちゃんです。プップちゃん。はい、ちょっとこのカメラプップちゃんやと思って。普段の感じで。頭おかしいやつやと思われる。ダメなんですかそれ。プちゃんとか言ってかわいいねとか思ってほんまに喋りかけてます私ずっと。じゃあ休日とかはもうププちゃんと、ププちゃんと遊ぶか、まあ、私は出かけたりします。この後グラビア撮影で、はい、水着になってくれるんですよね。そうです。ファンクラガール、いや楽しみです。はい、水着姿になってます。特技なんかあります？特技、器用ですかね。器用、乗り物とか。あ、ご飯も得意です。ご飯作るの、ね、料理作るの得意です。特技何ができるんですか？何でもいけます。お、すげえ、何でもいける。クックパッドを見れば。好きな男性のタイプっていうんですか？優しい、ね、しかし優しい人です。今更ですけど、優しい人がいいかな。優しい人、はい、それどういった優しさですか？何でもいいよって言ってくるような。あんま優しくない。怒らない人、あんまり怒らない人、体大きい人。これ年上の方がいいってことですか？それって年上の方がいいです。なるほど、ね、なんかどっか行きたいデートの場所とかってあります？旅館どこのデートでしょ。デート、私旅館が好きです。ゆっくりするのが好きなんで。あ、じゃあ近くでもいいですね。そうですね、とか食べ歩きとか好きです。お、旅行行ってじゃあ食べ歩きしていい旅館行くみたいな。一番最後。食べるの好きなんですね。好きです。食べるなってよく言われます。それでこの細さですか？よく寝るので余計太りそうですけどね。よく寝るので好きなものしか食べないです。でもまあ嫌いなものないんで。逆に特に何が好き？和食でもお肉も好き。最後にファンクラがあるからよかったらお店に来てください。待ってます。